番ですけど、ちょっとね、あのここ中心のとこを書き換えました。AB はあのストレートに行ってるんですよね。それから CF もストレート、DE も C。でこれ結局どうなるか言ったらですね、これが R オームでこっちが R ですね。これ R、R、R とこうなるわけです。C 芯でね。そうするとですね、いわゆるここですね。ここが対焦点になって全部その導電位と。こういうことになるわけですね。はい。でちょっと書き換えてみますとね、こう導電位ですから、だから この斜めのね、対角線のこの中心と中心も導電位ということですね。でそれで書き換えてみますと、こうなりましたね。ここが A、B、C、D ですね。で、ここが導電位ですから、これとこれをつないでもいいわけでしょ。こうにつないでもいいわけですからね。はい。それから、これもですね、こことここが導電位ですから、ここをつないでもいいと。こういうことになるんですかね。はい。ならこれが R、これが R、ここが R ですね。これが R。で、この AB 間はこれはあの2倍の R ですね。これは R、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 R。こうなりますね。で、これを書き換えますと、さらにですね、こうなりましてですね、ここの R ですね。これが R ですね。それからこれが並列に入って、これが R で、こちらが 2R です、これね。2R で、で、ここが R ですね。ここが R で、で、こう戻るですね。で、ここが A で、ここがまあ B にしますと、この AB のこのストレートにつながってるのは、これ 2R ですね。これ R ですね。はい。それから、さらにですね、こちらがここの上と一緒ですんでね、こうなって、こうですね。はい。こういうことになりますかね。こういうことになります。ここが R、R の 2R の R ですね。はい、そうしますと ここですね、ここをちょっと計算してみますので、まあ、これ R ダッシュにしましょうかね。2倍の R プラス、足す分のかけの 2R の R、2R の R ですね。これは 2R プラス 3R 分の 2R 事乗と、こうなりまして、2R プラス3分の 2R と、こうなります。はい。これは、3分の 6R プラス 2R と、こうなりまして、3分の 8R オームと、こうなります。この2つの、これとこれの、合成抵抗ですね。したがって、これ、R ダッシュダッシュにしましょうかね。これはどうなるか言ったらですね、2分の R ダッシュになりますね。これは同じですからね。そうするとこれは、6分の 8R になりますんで、これは、3分の 4R オームと。これとこれの合計ね。はい。そうしますと、R の AB は、これとこれが並列ですから、2倍の R プラス3分の 4R 分の 2R かけ3分の 4R と、こういうことになります。はい。そうするとこれは、3分の 6R プラス 4R 分の3分の 8R 事乗と、こうなりまして、3分の 8R 事乗ですね、かける、
10倍の R の3とこうなりまして、10分の 8R、5分の 4R オームとこういうことになります。